はい、どうもミニマリストたけるです。今回の動画ではゼンさんが幸せを引き寄せるためにやっていることということでご紹介していただこうと思います、はい、お願いします。お願いします。はい、では自己紹介をちょっとお願いします。はい、はい、不動産の営業マンをやりながらゆるく YouTube やってます。よかったら遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回ですね、ちょっと怪しいタイトルなんですけど幸せを引き寄せるためにやってることということで怪しい、はい、前回ね、ちょっと企画会議というか打ち合わせで、はい、いやこれどうですかって言ってね、幸せを引き寄せるためにっていうふうに提案させてもらったんですけど、なんかそういうスピリチュアル系というか、なんかちょっと怪しいの興味あったりとかするんですか、引き寄せるというか。わりかし僕は嫌悪感一切ないタイプ、なるほどなるほど、はい、ということで、はい、ぜひ興味ある方最後まで見てほしいと思うんですけど、はいはい、今回5選ということでね、はい、ご紹介していただきます、はい、まずじゃあ早速1つ目から。1つ目は部屋とかデスク周りをきれいにするっていうところからやってますね、なるほどなるほど。部屋とデスク周り水回りをきれいにすると、はいはい、そうですね、はい、これはなぜしようと思ったのか、なんか理由とかあれば。なんかまず散らかってたらやっぱりそのスピリチュアルな言い方になるかもしれないですけど、気が乱れるとかっていう人とかもいて、と水回りとかもやっぱり出口入り口だからピカピカじゃないとダメだよとかっていうのをずっと言われて育ったタイプだったんですけど、それは親から、親とかからはずっと言われてて、あ、そうなんですね。それを言って何言ってんのっていう人も中にもいるから、あんまり私も人前では言わないんですけど、できるだけその商売の基本だぞとかって会社でもすごく言われてるんで、そのお風呂がぬるぬるとするやつとか、そういうやつとかは絶対ならないように、2日に1遍とかは少なくともスポンジでガーッと洗うようにしてますけどね。なるほど。ちなみにご実家も割とじゃあ綺麗だったんですか、お部屋とか。結構綺麗な方なんじゃないですかね。でもミニマリストではないんで、まあ物が多かったりとかするかもしれない。シャンプーがなんか 2,3 個あったりとかは全然するんですけど、その掃除は結構言われてましたかね。で、会社とかでも結構徹底されてるんですか。会社のトイレ掃除はめちゃくちゃ厳しいと思います、ね、あ、そうなんですか、はい、やっぱトイレの神様。トイレの神様系ですね。へえ。毎回もう全部外して、分解できるところまで全部分解してすごいですね。なんかよくわかんないいろんな液体とかをなんか入れてっていう。それは全員でやるんですか、それとも新入社員とかが中心とか。ローテーションで全員やりますね。じゃあもう今も全さんやってるんですか。やりますよ。もう普通に便器素手で突っ込んでブワーとかやってますよ。え、素手でやるんですか。で、まあスポンジとか持ちますけど、ビニール手袋とかはしないで、しないでやりますね。その辺ちょっと興味あるんですけど、結構多くの経営者さんってそれこそやっぱトイレの神様で本当素手で突っ込んで、そう、掃除するとか聞くんですけど、やばいっすよね。あれが本当にお金って増えるのかなって思ったりとかもするんですけど、そう、どうなんですかね。その成功者のふりをしてたら成功者に近づいていくってなんかあるじゃないですか。はいはいはい。なりたいものになれる、ね、なろうとしたものだけとかも言うしね。あ、そうですね。そうそう。言ってみたら前さんも、まあ、1本前の動画でも言いましたけど、もう2年目から年収が一気に1000万人までなったって言いましたもんね。もともと300、400万ぐらいで。そうですね。はい、そう、それもやっぱりそういう、まあ、きちきちっと水回りがきれいにしてたりとかっていうところも効果があったりとか。あったのかもしれないですね。厳しいなと思いましたけどね、やっぱり入ったばっかりの時は。そうかそうか、まあ、だからこそ多分ね、前さんの身の回りも結構収入高い方とかも多いのかもしれないですね。やっぱりそれを徹底してるから。ちなみに、まあ、デスク周りとかって、はい、まあ、会社もしっかり自分の部屋もしっかりどんな感じにしてたんですか、はい、運を引き寄せるとか。でもどんどん綺麗になっていってますけどね。今が一番綺麗だと思うんですけど。なるほど。この収納ボックスとかに物が溢れることとか結構若手の時とかはあって、どれが大事でどれが大事じゃないかよく分かんなかったりとかしたので、もう今はもう帰る前とかにいらないやつ全部バーって捨ててやってるんで。なるほどなるほど。自分のラックスカスカスもんね。へえ。こんなラックがあるんですけど、はいはいはい、半分ぐらいしか埋まってなくて。あ、そうなんですね。で、その全然契約取ってない新卒はもうパンパン、パンパンでも溢れててるみたいな。あ、なるほど。やっぱそこで如実に現れてるんですね。そうなんですね。仕事量は全然こっちの方が多いはずなんですけど、やっぱりその整理整頓が追いついてない状態だと、もう毎回なんか探してるんですよね。あの資料出してっつったらどこだっけとかって毎回やってるから、そこでも時間取られて、チャンスも失われていくっていう、もう本当それがもう分かりやすい例ですね。そうですね。そう、物が多くて整理整頓できてないと、どんどんチャンスも逃していって、運も、はい、逃げていくというところで。で、あと聞きたいのは、個人のプライベート空間、はい、これもやっぱりすっきりした方がまあ幸せが引き寄せられるっていうことですけど、まあ、具体的にまあなんかどんなことをしてきたのかっていうのがもし分かれば。シンプルにミニマリストになって、はい、できるだけいろんな色が入らないようにっていうのと、あんまり色散らばらないように、まあ、白とか黒とか、あとまあ家しょうがないんでこれはもう木目ですけど、本当は全部白だったらいいなとかって今思ってるんですけど、はいはいはい、そういった感じで統一感を出すみたいな。統一感出
して、はい、物できるだけ減らしてすっきりした空間にできたらいいなっていうふうに思ってますね。そうですね、やっぱりお金持ちの部屋のイメージすると、はい、まあ、やっぱり物が少ないすっきりしてる、うん、でシンプルなルール統一されてたりとかしますもんね、はいはい、まあ、そこを根っこしていくのが一番かなっていう感じで、はい、続いて2つ目に参りたいと思います、はい、2つ目はバランスのいい食事というのを気をつけてます、はい、ですね、はい、これはなんかそういう風にしようと思ったきっかけとかはあるんですか？いろんな本を読んだんですけど、うん、やっぱ食事とメンタルってすごくつながってるっていうことが、うん、いろんな研究では出てるらしくて、はいはいはい、有名なのは例えば鉄分とかがすごい少ないと、はい、うつになりやすかったりするらしくて、あ、まあ、なんかね、そういうのありますもんね、はい、栄養不足でこうなるみたいな、やっぱり、揚げ物とか白いご飯とかをガーッと食べると、うんうんうん、なんか満腹感とか満足感はすごいあるんですけど、結構イライラしやすくなったりとかすることが多いみたいで、なんで自分はそばとか納豆とかそういったものを食べてますね。なんか血糖値が上がりづらいっていうのと、はいはいはい、あとセロトニンの材料になるんですかね、なんか納豆が確か、あ、確かそうなんですよ、幸せホルモンって言われてるんですけど、それの材料、はいはいはい、そうトリプトファンっていう物質、そうですね、そうそうそう、がセロトニンとなって、はい、そう大豆食品とか乳製品もそうだから、うん、ヨーグルトとか、そうそうそう、詳しいですね、たけるさん意外に勉強してるってそうだから、あのジェスさんは納豆とかそばも毎日食べてるって、はい、そばほぼ毎日食べてますね、ね、はい、そうすごいなと思って、でも本当食を整えると心が整うから、うん、そうですね、で心が整うと幸せもどんどん増えていくみたいな感覚ですか ね、うんうん、かね、それこそ昔ってやっぱり結構ジャンキーなもの食べたりとか食生活が乱れた時期もあったりとかはしたんですか、うん、昔あります、そうそう、昔は特に好きなだけ食べてたし、今でもやっぱりもう仕事でイライライラとかしたら、うん、そういうジャンキーなもの食べたくなって なるんですよね、疲れた時とかね、はい、さらにまた一回ジャンキーなもの食べたらまた食べたくなって、中毒性があったり依存性がね、すごいイライラするようになっちゃうんですよね、なんで、まあ、たまに食べたり全然するんですけど、まあ、食べ過ぎには注意してるみたいな、そば、はい、とかそのイライラしたらもうできるだけそういったものを食べるようにしてますね、本当、はいはいはい、バランスのいい食事って大事ですね、うん、そういった意味で、はい、今ゼンさんって1日何食でしたっけ？あ、2食ですね、昼と夜ですね、昼と夜、はい、で昼はどんな食事でしたっけ？昼はその場で好きなものを食べて、うん、まあ、和食があれば和食ができればいいなとは思うんですけど、基本昼はあんまり気にしないですね、中華食べたりとか、まあ、好きなものを食べて、ね、はい、ラーメンとかハンバーガーとかさすがに食べないですけど、で夜はそば、夜は大体そばですね、そばプラスなんかかけるんでしたっけ、そばに納豆とか、納豆、はいはい、温泉卵とかキムチとかメカブとか、その日の気分で適当に入れて食べてますね、はいはいはい、そのそば生活ってどれぐらい続けてるんですか？ゆるくですけど1年2年ぐらいですかね、なんでそばに着目したんですか？それこそまあ血糖値が上がりにくいとかそれだけ、血糖値上がりにくいだとギャバが入ってて、ギャバっていうのが入ってるらしくて、ほうほうほう、それもなんかメンタルを安定させやすいらしくて、なので単純に美味しくて好きなんですよ。ああ、なるほど、はい、まあまあそばってね和食のいい一つだからね、うん、まあ、健康にも良さそうだし、うん、ちなみに夜ご飯そばとなんかそれこそ納豆とかキムチは足りるんですか？全然、うん、全然足りますね、でも2玉食ってますよ、はい、なるほどね、なんで量はカロリーで言ったら800とか全然取ってますね、はい、いやいいですね、なんか食事の固定化すれば、うん、まあもちろん家事とかも楽になるし、うん、レシピ考える暇も ね、はい、省けるしというところで、そうそういいなと思いました。あとなんか書いてあるのは食事を食べるたびに作ってくれた人や食材を運んでくれた人に感謝するって書いてありますけど、ああす、ね、ああこれはつい最近教わってすごく活躍してる人がいつもそれをやってるって言ってて、今まで自分 YouTube とか聞きながら食べてたりとかしたんですけど、うんうんうん、食事するときはあんまりしない方がいいよっていうその人は言ってて、もう作ってくれた人に感謝したりとか、はい、ながらって言ってて、運んでくれる人に感謝したり、はい、飲食店で普通にラーメン食うだけでも、うんうん、このラーメン一杯に関わってくれた人って何人いるのっていうと30万人ぐらいいるらしくて、そんなに、はい、小麦を作った人とか小麦を運んだ人とか、この器を作った人とか、このお店の内装を作ってくれた人とか、そういった人を入れたら、まあ、その空間とかもね、このラーメン一杯に30万人が関わってるんだなと思いながら食べるようにしなさいっていうふうに言われて、なるほど、そしたらね、なんかながら作業とか申し訳ないってなっちゃいますもんね、ちょっとできなくて、ね、いろんな人のおかげでご飯食べれたなと思ってたらエネルギーが湧くよねみたいな、ちょっとスピリチュアルな話になっちゃうんですけど、なんかそういうのがあって、あ、そうだなと思って、確かになんかちょっと、はい、自分のエネルギーがなんか高まる感ありますよね、そうですね、そう、あの、ながら作業でやると、はい、もう味も分からずにね、うん、昨日食べたものも忘れるみたいになっちゃうけど、そう、なんか一口一口を噛み締めて食べたりとかするとね、感謝しながら食べたら、それをやってるんですか今？それをね、できるだけやるようにしてますね、もうどうしても YouTube とか待ってる間に聞いてたら続き気になって見ちゃう時とかあるんですけど、もうできるだけちゃんと手を合わせて、そうですね、いただきますってちゃんと言って、はいはい、アメリカとかではありますもんね、食べる食事の前に祈るみたいな、そうですよね、ね、自分は全然もともとそういうタイプじゃなくて、それを言われて、あ、そうだなと思ってやるようにしてるんですけど、はいはい、まあ、やっぱ
大事ですね。スマホが復旧してからはなかなかみんなやらない人も多いんじゃないかなって。最近クラブハウス聞きながらご飯そうそうそう、いやまあ申し訳ないなと思いながら ね絶対そうかなと思うんですけど、いやでも間違いなくでも引き寄せの法則とかね、うん、なんかそういう運を開運、まあ、開くみたいなね、うん、その運を高めるっていう意味では、はい、やっぱりそっちの方がね、うん、食事にまつわる人に感謝しながら食べた方が間違いなくエネルギーが上がるし、ね、運が良くなりそうな気がする、うん、はい、ありがとうございます。使ってる人とかやってみてくれたらいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、はい、はい、ということでじゃあ続いて3つ目、はい、お願いします。これは適度な運動というふうに書いています。はい、はい、これはなぜ大事なのか、まあ、メリットというか理由とかあれば。まず気持ちが結構ストレス発散になるかなっていうのがあるのと、うんうんうん、確かになんかこれなんか科学的にもいろいろあるんですよね、うんうん、なんか散歩したらどうとか、なんか筋トレしたらどうとかいろいろあるらしくて、はいはいはい、っていうのと筋トレしたからこそ変なもの食べたら体にもったいないなとか、せっかく筋トレしたらもったいないなっていう気持ちが働いて、うん、確かに確かに、さっきの食事につながってきたりとか、ね、食事につながったりとかするので、はいはいはい、脳のと運動はやっぱり連動してくるからやった方がいいかなっていう。そうですね。でも本当に散歩するとね、うん、それこそ太陽光を浴びるとさっき出てきたのセロトニンっていうホルモンがね、分泌されてストレス発散になったりとか、あとはなんか筋トレしたりとか、うん、なんか男性ホルモンが分泌されて自信につながったりとかっていうところにもなりますもんね、はい、ちなみにジェンさんは具体的にどういう運動をしてるんですか？週2回ジムで、うんうん、もう本当全然重たい重量じゃないですけど、スクワットとかベンチプレスとか、まあ、有名な種目と気が向いたやつ適当にやってるだけですけどね、そんなことはないですけど、本当に気が向いたやつとか、うん、でしかもなんか散歩とかでも1万歩以上歩いてるっていう。これは普通に営業で歩いてますね。あ、なるほどね。そんなに歩くんですか？車とか自転車とか使わないですか？全然使わないです、使ってる人もいる、同業他社だったらやってる人いますけど、うちは全然使わないですね。歩きで1万歩って結構な距離じゃないですか、うん、そうですね。でも1万歩全然普通っす、ね、今日歩いたなとかそういう感覚なく当たり前なん、普通に1万歩って距離にするとどれぐらいなんだろう、数キロ？数キロは少なくとも歩いてるんですか、10キロ以内だと思うんですよ。でも全然すごいですね、うん、まあまあでもそれも一個適度な運動にもつながってきてね、なんかなと思って。確かに、うん、はい、ありがとうございます、 ということでじゃあ続いて4つ目ですね、前さんが幸せを引き寄せるためにやってること、はい、怒る人もいるかもしれないんですけど、はい、話してて疲れるなっていうことはできるだけ、はい、距離を置いちゃうっていうようにしてます ね、はい、ですね、はい、なんか愚痴が多い人とかマウントを取ってくる人とか書いてありますけど、はい、そうですね、はい、やっぱり疲れる人とは距離を置いた方が、はい、いいかなと私は思いますね。はいはいはい、やっぱり昔はそういう方と関わる機会があって、やっぱなんかそっちに引き寄せられちゃうみたいな。そうですね、営業してるとそういう人たちってすっごい実は多いと思うんですよ。まあまあまあ確かに、はい、営業マンの人みんな納得するんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、やっぱり営業マンに対して横柄な態度を取る人もいたりとか、営業マン同士でなんか俺の方が稼いでるぜとかっていうマウント取りたがる人とか、はいはいはい、確かに上司が悪いとか会社が悪いとか景気が悪いとか言ってる人とか結構たくさんいて、それたちと一緒にいるとやっぱり疲れるなって思って、うんうんうん、そのできるだけ否定したりとかしてるんですけど、はい、あ、そういう風に思うんだとか、うんうん、確かにそんな時もあるよねとか言ってもすぐその場を離れるようにしてます、ね、いやでも本当に、はい、あの僕もね、うん、社会人1年目2年目とか営業やってたんですよね、はい、学習塾の。その時にもやっぱり営業って基本断られるじゃないですか、嫌、うん、がられたりとか煙たがられる、ね、お客さんからもそうだし、うん、やっぱり営業って実績が出ないと上司からもわーわー言われるし、うんうん、そうですね、そう、うん、結構スルスル多い業界というか営業って辛いとは思うけど、うね、まあ、だから僕自身はなんかその話に疲れる人とやっぱ距離を置いてたなっていうふうには思ってて、で、ね、はい、で逆に例えばなんかジェンさんはそれこそ自分がそういう風になってた時期もあったりとかしました？なんかあります、あります、全然ありますし、うん、今でもイライラピークになるとちょっとなんか今知らないうちに愚痴言ってたなとか思う時は全然あって、偉そうにね、愚痴の言ってる人とは距離を置くとか言ってるくせに自分がそういう風になっちゃう時って絶対あるんで、気をつけながら、はい、やっぱ言葉が変わると僕自身人生とか運も変わると思ってて、普段ジェンさんはなんかどういう風になんか意識してなんか言葉を発想とか言葉を使うようにしてるのか、なんか読むとか書くとかもそうだと思うし、はい、私は毎朝紙に思ってることをブワーって書くゼロ秒思考っていうのがあるんですけど、はいはいはい、それを毎日やるようにしてて、ほうほうほう、自分のスタッフとかにすごくもうイラッとする時とかあるんですけど、やっぱりそのどうしても人間だからあるんですけど、はいはいはい、そういう時とかにその子のいいところとかをって1分間で書けるだけブワーって書きたいとか、直してほしいところっていうタイトルにしてそのバーって書いたりとかして、この子こんないいとこたくさんあるよな、でもここは直した方が絶対その子にとっていいよなっていうふうに自分で整理してからその子に話するのと、なるほど、やっぱ変わってくるわけですね。そうなんですよ、なんかワンステップ挟むか挟まないか、そうなんですよ、そこをしてたら、うん、
全然自分は整理できるんですけど、紙に書くときは言ってみたらまあちょっとネガティブなことも書いてもいいかなっていう、言うときにちょっと気をつけようみたいな感じか。そこまで整理できたらその感情的にグワッと言ったりせずに、ここだけこの言い方がもしかしたら良くなかったかもねぐらいで済むので、すごい伝わるかなと思うんで。なるほどなるほど。だから結構おすすめですね、そのメンタルコントロールだったりとかストレス発散っていう意味でも、まあそのゼロ秒思考の本も読んでいただいてもいいと思うし、まあノートにバーッと書き殴りでバーッと書いていくっていうのが幸せを引き寄せる一つの方法だったりとか。これめっちゃ大事ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで最後ですね、5つ目、ジェンさんが幸せを引き寄せるためにやっていること、5つ目お願いします。これですね、はい、ドーパミン的な幸せとセロトニン的な幸せを分けて受け入れるようにしていますね。なるほど、はい、なかなか難しい言葉です ね。ドーパミン的な幸せとセロトニン的な幸せ、はい、この2つを識別するっていうのはどういう、そうですね、ちょっと私も最近知ったんですけど、そのさっきセロトニンとか、ね、ドーパミンとか話してたと思うんですけど、ドーパミンっていうのは短期的な幸せらしくて、例えば営業成績で1番になったから嬉しいなとか、給料100万円入ってきて嬉しいなとか、そういうのはドーパミン的な幸せらしくて、まあスポーツで勝ったとかそういうのもドーパミンだと思うんですけど、まあそういうのが結構短期的な幸せだなって自分は思ってて、あとなんか覚醒剤とかで気持ちよくなるホルモンもドーパミンらしくて、なるほどなるほど、なんかね、そのさっき言ったドーパミンの量のさらに何倍も大きなドーパミンらしいんですけど、それはやっぱり1回1位になって嬉しかったなってなったら次3位でも嬉しくなかったりとかするし、そっかそっか、100万稼いで嬉しいなって思ってたけど次の月がじゃあ80万でしたとか、結構キリがないし、なるほど、ね、これ買い物とかでも一緒ですよね、きっとね。そうですね、ブランドも買ったとか、そう100万円買ったら次150万、はい、200万になるのも多分ドーパミンがバーッと出て、で、ね、で結局それが慣れていくから分泌されなくなっちゃうから、あれこれじゃ幸せになれない、もっと高いものになる。そうなんですよ、はい、これがいわゆるドーパミン的な幸せ、まあ、短期的な幸せになりやすいっていうことですもんね、はい、そう、はい、セロトニン的な幸せっていうのはなんか朝いい天気だなとかっていう、うん、喜んだりとか、今日もご飯美味しいなとか、そういった感じですかね。そのフランス料理とか高級なものを食べてるっていうよりかは、その普通のいつも通りの食べ物を食べてるけど美味しいなとかって思いながら食べるのがセロトニンらしくて、それは同じことが続いても幸せ続くんですけど、ドーパミン系のことはもう同じことが起きてももう幸せに感じなかったりするので、もっともっとってなっちゃうんで、確かになんか何かを足す幸せってドーパミンみたいな、そうなんですよね、すでに今あるものに幸せを感じるなんて割とセロトニンかなと思って、そうかもしれないです。そう、当たり前のことに感謝する、たるを知るみたいなので幸せを感じるっていうのが一つ大事だったりとか ね、そう、まあ、もちろんドーパミン的な幸せが全部が全部ダメなわけじゃないかもしれないけ ど、これはドーパミン的な幸せだから、これに慣れちゃダメだなとか、絶対慣れるからこれを追い求めたら自分はちょっとしんどくなるだろうなとかっていうのを認識しながら、だから結構周りの人とかも、まあ、収入が上がったヤッホーってなってね、贅沢惨敗で、まあ、不幸になってる人とかもいるから、でもこれ徳野さんとかも言ってたんですけど、やっぱりミニマリストってお金が増えたところでですね、生活費がそんな変わるわけじゃないから、いい人も多いし、そう別に破産する人もね、ないしっていうところで、やっぱりミニマリストって最強だなって僕自身は思ってて、ちなみに善さんのなんかそれこそ一番最初に定義しておくべきだったと思うんですけど、善さんのなんかその幸せの形ってどんな感じなのかなと思って、あ、それは難しいですね、難しいですけど、なんか人生におけるどういうのが幸せかなって、それこそ僕はもう自由さがあれば、あ、それめっちゃ思います、まあ、好きなことができてればいいなと思ったりとか、確かに、なんか前菜にとっての幸せってどんな感じなんだろうと思って、その武尊さんのおっしゃってるのと近くて、やっぱり自由な時間とか自由なお金とかっていうのはすごく大事だと思うんですけど、それプラスやっぱり人の役に立ててるとかそういった感覚ってないと、やっぱりそれはそれで仮に明日10億円あげるから会社辞めてよって言われて、何の仕事もせずに自由に暮らしてたとしても多分飽きちゃうだろうなと思うんで、そうですね、確かに自由な時間と自由なお金と、あとは何か誰かの役に立ってたりっていうのがあればいいかなって思います、ね、いや本当に今日まさに朝ラジオで言ったんですけど、僕なんか誰かから言われた時にハッと思って気づいて、YouTube 僕やってるじゃないですか、で多分僕もう更新しなくてもおそらく多分ある程度の金が入ってくるじゃないですか、タクロさん不労所得できますよみたいな、ラットレース抜け出せるんじゃないですかって聞いて、クラブハウスやってましたよね、そう聞いてました僕、そうで、ハッと思って確かになと思ったけど、多分僕仕事辞めないなと思って、おそらく多分そのデンさんがおっしゃったように、やっぱ人に貢献することだったりとか感謝することがいいこの幸せだったりとかするから、多分やめないだろうなっていう動画を今日 YouTube で撮ったっていう、なるほど、素晴らしい、やっぱりありますよね、そうですね、そう
っていうところで、はい、今回の動画では善さんが幸せを引き寄せるためにやっていること5つをご紹介してきましたが、あの毎度のことながら、はい、この中で最もまあ重要だったりとか、もしくは善さんがこれをやってめちゃくちゃ人生観変わったなとか、皆さんにお勧めしたいものを1個ご紹介していただいて終わろうと思うんですが、いかがでしょう。全部大事だと私は思ってるんですけど、うんうん、はい、やっぱりドーパミン的な幸せかどうかっていうのは抑えておいた方がいいんじゃないですか。確かにね、もう本当に多くのね、不幸なって言ったらあれだけども、うん、まあ、はい、なかなかね、不幸と幸せがもう連続でね、もう山あり谷ありでね、はい、激しく動いてる人はやっぱりドーパミン的な幸せを求めちゃってるから、うん、と減らして、ね、セロトニン的な幸せを求めていくっていうのが大事と、はい、はい、思います。はい、ということで、はい、今回の動画でぜひ参考になる部分だったりとか、はい、共感した部分がありましたら皆さんもぜひ、実践してみてほしいなと思います。ということで善さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。Miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You